それではやっていきまびのぎおん。今日も元気にいきまるほえ。クリア率は約 24% なんだぜ。逃走中？懐かしい。まずはデカマリオになってからのスタート。逃走中とか懐かしいな。学生の頃に公園を貸し切って、仲間たち20人ぐらいとリアル逃走中をやったこと思い出すね。今ではおまわりさんとリアル逃走中だよな。え？私何もしてないんだけど。霊夢、これヤバくないですか？え？嘘ー。やばい。綺麗に落ちていったな。よし、このまま一気にゴーゴー。問題はこのピースエッジですね。しかーし、そんなことは関係なしーんぐ、からのゴール。今回のステージは短めだったが、いつか長いコースの逃走中をやってみたいもんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまっしょい。クリア率は約 8% なんだぜ。英語。読めません。キノコが飛んできたな。ってなんか食ってきたー。バビビたー。これはもしかして雪をイメージしてるのか？あ、なるほどなるほど。びっくりしたー。潰されたら死んじゃうかと思ったよ。潰されて死ねばいいのに。で、ハゲ隠しに潰されたー。霊夢やばいぞ。急ぐんだぜ。うおー。まずデブ・ユージローを通り抜けー。クッパ・ジュニアを通り抜けー。そしてユージローを通り抜けるー。からのお邪魔しまびのぎおん。よし、中間か。そして矢印の位置的にトゲコーラを使えって示されてるんだぜ。よーし、こうなった私は止められません。ってやばーい。うおー、ゴリ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 。力やねー。からのトゲゾーからのお邪魔しまりのにょーん。なんか忙しいな。おー、ここでまさかのゴール。出口の前にこのトゲゾーがあるのはすごい助かったんだぜ。それではー、ゴール。今回のステージはゴリゴリが多かったが、最後の土管のところにトゲゾーコーラがあって本当に助かったんだぜ。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていきまんとし、クリア率は約 10% なんだぜ。炎の魔術師？大吉さんかな？大吉さんは焼却炉の魔術師だ。お、右斜め上に焼却炉に入れるべきものを発見。焼却します。やめてやれ。霊夢、来るなら来やー。焼却いたします。ふう、さてさて、この焼却炉の魔術師がどんどん焼却していきますよー。焼却炉の魔術師が気になった方はぜひ調べてみてください。ここ厄介だな。ふふふ、この焼却炉の魔術師にかかれば問題ナッシングです。お前今回どうしたんだ？結構動きいいじゃないか。すまん、電源撤回する。替え玉じゃないと分かってもらえてよかったです。あ、こんな下手くそなプレイングは守ることなき霊夢だ。疑って悪かったな。いえ、どういたしまして。なんだろう、死にたい。おう、手伝うぞ。引っ止めてくれませんか？断る。そうですか。さて実況戻るか。このハテナブロックは何だろうな。私でしたー。なんかうぜぇ。こんなところにピースエッジが、押していいのかな？なるほど、こうやってピースエッジを押すと先に進めるってことか。今までの経験上、今のはチュートリアル的な感じするし、ここから増えていく可能性あるんだぜ。いやいや、そんなことありません。多分もうすぐゴールです。そうだ、そうに違いない。完全にそうであってほしいっていう願望じゃねえか。違います。ほら見てよ、これボスでしょ？ボスの後は大抵ゴールです。ということはもうゴールなんです。はい。まだまだ道のりは長い。気づいてくれてよかったんだぜ。さて、ここで中間はありがたい。でもパックンマックンいるんだけど。私がいるから安心したまえ霊夢くん。社長、よし、これで突破できそうかな。うおやー、燃えろよ燃えろー。お前が燃えろ。やー、あぷーい。おいどうすんだ、逆に焼却されちまったぞ。ご安心をマリさんくん。こんなこともあろうかと、こっちに社長を残しておいたんです。それではビッグパックンマックン、覚悟しろー。うおー、燃えろよ燃えろー。無事パックンマックンも倒せたし、先に進んでいくとしましょうか。これは繊細なプレイングが求められるな。おーおりごり。おい霊夢、なんでお前はサッカー選手がサッカーボールを蹴るように、野球選手がボールを投げるように、人間が息をするようにゴリゴリできるんだ？教えてくれ。繊細だからです。答えになってねー。それではお邪魔しまびのぎおんと見せかけてお邪魔しまんもす。おっと、今度は唐揚げゾーン。ワンワンだ。いや、よく見てください。この歯車で切り刻み、この炎でカラッと揚げるんです。そして完成するのはワンワンの唐揚げ。ということでいただきます。いただくな。そしてここで2個目の中間。結構長いコースかもな。あ、やばい。うおー、ゴリゴリーと思ったらユージロウ。くそ、ユージロウめ。タイミングが難しいな。あー、うわー、うーわー。日本語で喋れ。ピーちゃん。それではユージロウ。
バイバイキーン。からのピースイッチ、ポチッと納豆。さっさと押せよ。まあまあ、焦らない焦らない。それでは行きましょうか。お、このブロックはもしかして。その通りだよマリさんくん。ところどころ社長いるのありがたいね。おい霊夢、今度もボスいるんだぜ。ふふふ。あんな弱そうなボスで私を止めれると思っているとは、私も舐められたものです。どうですか？この華麗な身のこなし。逃げるな、戦えよ。残念ながら私は戦闘タイプじゃないんです。ドラゴンボールで例えるならチャオス、いや、ヤムチャ的ポジションなんです。ただのカマセイヌじゃねえか。このイカちゃんも非常にうざい。さっさとどこかへ行きなさい。それでは行きましょう。アータールのなんて気にしなーい。少しは気にしてくれ。やあ霊夢くん、また来たよ。これ一応取っておくべきかな。そうだな、取っておこうぜ。って雲に乗ったデブリュージローが来たー。うおー、消えろー。ふっふ、怖かったです。広いところで戦って正解だったんだぜ。じゃあ先に進んでいくか。残念ながらこの雲を手に入れた焼却炉の魔術師にかなうと思いですか。お前絶対焼却炉の魔術師設定忘れてただろ。わ、忘れてないです。ちょっと頭の中からお出かけしてただけです。それを忘れたって言うんだよ。やあ裕次郎くん、今どんな気持ち。悔しい、ねえ悔しい。てらー、もうゴールするぞー。ではゴール。最後までファイアーマリを維持しておいてよかったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではではー。